これは大丈夫ですかね。まだ行けますかね。なんか思ってる、思ったよりはあれですね。説明しよう。実は今日は台風がそこまで来ているのである。台風が来てんですよ。実を言うと去年の秋ぐらいからずっと関東関東関東で来てるんで、今回こそは西の方に行こう、行きたいと思ってたんですけど、西からどんどん台風が攻めてきてるんで、西に追われですから西に行けなかったです。やばいなあ本当に。ということで、とりあえず消去法で高滝ダムに来てみました。ここもちょっと危ないですね。危ないですね。もうまだ行けますか。でもさすがに台風絡みだから、あのお客さんガラガラです。おかっぱりの人は見えますけど、ボートはもう休業やってないのかな、やってんのかな、いないです。ガラーンとしてます。まあ、台風前はよく釣れるとか行っちゃったりしますけど、見切り時がすごい微妙に難しいですけど、コンプライアンス的にちょっとやれるところまでやってみましょうか。っていうかもう結構なんだかんだで忙しくて日にちがないんですよ。今日やらなかったらまた、あれブラリもう終わっちゃったんですかって言われることになるんで、もうすいません、やります。もう釣れなくてももう仕方ない、もうベストを尽くしますよ、この中で。タイムリミットまであとどのくらいなんでしょうか。高滝は我々には鬼門かもしれない。やっと台風前行こうか。高滝温泉釣れました。予見お願いします。はい、1枚。はい、さすがボートの人少ないですか。そうですね。あ、まあ見た目ほど良くないっていうのがあるあるですけどね。夢見たいっすよ。これは、はい、ダメだなこりゃ。これは大雨に期待するしかないですね。やっぱ台風の空ですね。我々にはちょっと鬼門なんですね。ルアーぶん投げて遊んでるように見えるんでしょうけど、台風そこまで来てますからね。もういや台風前釣れるじゃんみたいな感じなんでしょうけど、台風の時に釣りやってると不謹慎だとか言われそうじゃないですか。ちょっともうその辺とせめぎ合いがすごいんですよ今。どのタイミングで切り上げるかが。あ、しかも何を思ったか、今回高滝来てますけど、帰り海ほたる通れなかったらちょっときついですね。しくったな。なんで高滝来たんですかね。まあちょっと今回気分がクランキングだったわけですよ。なんか最近このクランクベイトで釣りたくて、でしかもこういう何気なくただひたすら歩きながら巻きながら
無駄話しながら、時に熱くなりながら、時に悲しい気持ちになり、巻き続け無になりたいわけですよと思ったら、霞ヶ浦か高滝か、まあ、こういうねここコンクリ護岸を歩きたくなった。でも霞だと多分逃げ場がないな、ダバンダバンだな、ダバ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 だなと思って高滝に来たんですけど、いやー、スイスね、これ。おお、来た、これバスだと思う。来ましたで、これ。おお、お草のところに。おお、いちょ、やっと台風前効果。台風前効果。いいバス。いや、嬉しいワード。エコがかっこいいですもんね。いや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 。やった。いいね。上とか中層でって思って SR とかをメインでやってたんですけど、 SSR とか全然食ってくれないので MR にシフトしたんですよ。イメージでは手前のブレイクでコツッと食ってくれるかなと思ってたんですけど、今沖で何気ないとこで、ま、中層で食ってきたんで、ベイトについてんのか回ってるやつなのか、なんかでも暑い。もうほんとあと6匹ぐらいポンポンポンって連れてくれるかな。続かないですね。海ね、熱中症対策ですよ。ヤクルトのやつ。美味しいらしいですよ。はい、どうぞ。あ、すいません。なんつって。しっとりしてる。それで頑張れそうです。ありがとう。黒いです。まあ来るかもしれないですね。来ないかもしれないですけどね。意外に。私は風が吹いたら釣れるんじゃないんですか。どうなんですか。それは迷信なんですか。季節限定なんですか。で、なんかね、水面に近い表層に近いレンジで食わせたいから SSR とか SR とかあとフラットとかノイジーとか投げてんすけど、全然何も起こらないんで、ちょっと。MR でこいつでもう深いところをやっていきます。でもそんな深くないんですけど、これだとだいたい 1.5 ぐらいですかね。 1.5 メーターぐらい潜ってですよ。でもライン今ちょっとネット使わないで抜き上げる可能性があるんで、糸太くしてるので、まあそんなに 1.5 なんですけど、
ダメだった。そこにいましたよ。遠くからついてきたのか分かんないけど、ここの竹について外れた瞬間にフォワッと。でも食い終わんかったですわ。お、来た。おお、何これ。おお、ちょっとでもね、かかりがあれだし、ハンドランニングがしづらいんで。おっと、よっと、これ、おお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 。いや、巻くもんですよ、これ。なんじゃこれ。いや。比重絡みの、ね、高滝温泉に釣れました。いや、俺、いいワード、これ。巻いた回があったのな。ほんまや、これ。MR 様々ですわ、これ。恐ろしいことが起こりました。これまさか魚だとは思わなかったね。なんだかんだね、巻いとけって感じでしたね、これ。時間でいうとまあまあの昼間降りですからね。まあ昼間ですけどね、はい、1時、はい、いや、まあ昼間ですよ、本当。真っ昼間のクランキングです。そんな景気いいことあるんです。これそんな高滝でこんな雑い釣りして釣れるんだ。ちょっと嬉しくなってきたな。まあでもこのルアーだから釣れたのかな。うん、いいルアーだな、これ。なんせジガジさん、これなんですか、なんたらブリーズ。これはワカサギ、ホロワカサギ、3DS クランク MR というルアーです。一応これも私表だって、俺裏プロデュースルアーです。今だから言います。この MR を作った当時はまだその表だってルアーをプロデュースするとかっていう話ではなくて、あの積極的に口を出して、まあ僕の意見を大幅にというか、僕の意見を盛り込んで作ってもらったクランクなんですけど、一応そういう対外的な建前上私プロデュースということにはなってないんですけど、実はね、なってないんですけど、実はそうなんだよという証拠がこれです。あ、よくありがちなことをしてるんですけど、忍者って書いてあるんですよ。NINJA。 なるほど。でしょ、全然釣り人いなくなりましたね。まあ多分そうだと思いますよ。そりゃそうだよな。年末ジャンボだって誰か当たってんだから。熱いことした俺。くそ。まあもうないっすね。
ないっすよ。本日は台風のため出船できません。申し訳ないけど風がどう変わるかですよね。ちょっとつかないから、はい、雨は予想外に少ないけど、はい、風が分かんないんで、あ、顔面がしっとりしてきた。これちょっと、はい、撤退だな、はい。